熊谷スポーツ文化公園、熊谷ラグビー場、熊谷ラグビー場は埼玉県熊谷市の熊谷スポーツ文化公園内にあるラグビー場。メインスタジアムとなる A グラウンドと隣接し B グラウンド、C グラウンドがある。全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会、全国高校ラグビー大会埼玉県予選の会場として3グラウンドすべてが使用されている。 県内ラグビーのメインスタジアムとして利用されており、トップリーグや熊谷に練習拠点を置く、立正大学も参加する関東大学リーグの上位クラスのリーグ戦に使用される。収容人員2万4000人。地域大会を中心として使用される。B グラウンドは観客席付きの専用グラウンドだが、C グラウンドは多目的広場としての利用も可能となっている。 日本でのラグビーワールドカップ2019の開催に合わせて埼玉県と熊谷市は熊谷ラグビー場を改修し、競合国との試合の開催が可能なビリカテゴリー相当のスタジアムへ拡張する改修を行った。改修前の収容能力は芝布石込み2万4000人であり、これを国際大会企画に適合させるため全面座席に改修、新たに ナイター照明等、大型映像装置をそれぞれ新設することや、屋根拡張などを行った。その他フィールドやスタンド、外交の改修も行われた。2015年6月に、基本、実施設計の一括委託を行う競争入札が行われ、松田平田設計が落札。スタジアム本体の施工にあたっては、設計段階から施行者が関与する方式が、 採用され、公募型プロポーザルにより清水建設が施行を前提とした設計技術協力者に選定された。2016年6月に工事に着手しており、総事業費は124億200万円。2018年8月31日に完成した。9月1日の全国高校ラグビー、埼玉大会の開会式を皮切りに、10月20日、 ラグビートップリーグパナソニックワイルドナイツ VS キャノンイーグルスの試合を熊谷ラグビー場コケラ落とし記念試合として開催した。ラグビーワールドカップ2019では予選プール戦が開催され、プール A のロシア、サモア、プール D のジョージア、ウルグアイ、プール C のアルゼンチンアメリカ合衆国の3試合が開催された。ラグビーワールドカップ及び同テストマッチの日本、 代表選では、以下の特殊手段でのアクセスとなる。運行時間、予約方法等の詳細については、熊谷へラグビーを見に行こうサイトの、熊谷ラグビー場へのアクセスページを参照。駐車場や周辺道路、ラグビーロードを規制し、シャトルバスや徒歩のみのアクセスに限る。園内乗り入れの路線バスは運休。予約不要シャトルバス、熊谷駅から徒歩8分。 熊谷市街地ファンゾーン前から引く西第に、多目的広場。北口は熊谷駅北口ロータリー駅。ファンゾーンは国道17号原道と市役所通りが交差するコミュニティ広場。籠原駅北口第6駐車場内熊谷ドーム北西側。予約制シャトルバスいずれも園内は第6駐車場内熊谷ドーム北東側を発着。 ハブ駅西口から徒歩2分、ベルカハブ西店前。森林公園駅北口。大田駅南口から徒歩2分、大田スクエアビル前。予約制パークライドいずれも園内は、第7駐車場を発着。目沼臨時駐車場、駐車場。テストイベント時は目沼運動公園を使用していた。熊谷桜運動公園、駐車場。大里行政センター、駐車場。 両市総合公園、駐車場。第6駐車場東側及び第7駐車場は、ラグビー場から距離があるため、足が不自由な人を優先に、自動運転バス、思いやり、シャトルで第4駐車場へ中継する。ありがとうございます。